今枝幸男は、日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員、元愛知県議会議員。1959年の愛知県議会議員選挙に、無所属で立候補するも落選。1963年の県議選に、自民党公認で立候補するも再び落選。1967年の県議選で、初当選。1979年4月。4期目の当選を果たす。同年9月7日、衆議院が解散。地盤を元秘書で後に愛知県議会議長を務めることになる加藤南に譲り、旧愛知1区より自民党公認で第35回総選挙に出馬したが落選した。1980年の第36回総選挙で初当選した。旧愛知1区は以前から野党候補も強かった。選挙区で、当初は民社党の春日和之や日本共産党系の田中道子らを前に苦戦していた。そして、当選後も自民党内における公認争いや候補乱立により苦杯をなめることがあり、最後は河村隆の台頭により議席の望みを絶たれたと言える。2012年3月21日、肺炎のため死去。87歳没。新憲法制定議員同盟に所属していた。派閥としては、旧田中派、旧竹下派、旧橋本派に所属していた。ありがとうございます。